第11期本因坊戦、第11期本因坊戦は、1955年に開始され、1956年6月からの本因坊高川収穫と2年連続で挑戦者となった島村俊弘八段による七番勝負で、高川が4勝2敗で、本因坊を防衛、本因坊戦を連覇となった。この期からは、出場資格が5段以上から、初段以上の、 前騎士と改められた。また、今季の後、5連覇した騎士は引退後に、名誉本因坊を名乗ることができるという規則が、制定された。予選の結果、病気から回復して3年ぶりに出場した、北に実る八段、前回第10期から、棋戦復帰していた、藤沢倉之助九段、元本因坊岩本香る八段、及び杉内正夫八段、島村俊弘八段、 細川千人七段、藤沢秀幸七段の7名でリーグ戦が行われることになった。リーグ戦は1956年3月から行われ、北にと島村が5勝1敗の同率で並び、同率決定戦で、島村が勝って本因坊戦では初めて2年連続挑戦者となった。高川本因坊に島村が挑戦する七番勝負は6月から開始された。 この当時、高橋茂之五段による高橋ランキングでは島村が1位、村島吉則作成のランキングでは、実力面で島村6位、高川7位、心境面で高川1位、島村4位とされており、世間では前期に続いて挑戦者有利との評判もあった。第1局は、本郷、辰岡で行われ、白番高川勝ち。第2局、辰岡、 第3局名古屋市ニュー名古屋では島村が連勝し、2勝1敗と優位に勝ったが、第4局赤坂、清水で高川が勝ってたい。第5三連、カツ第6局静岡県伊豆山、国枝園も高川が連勝して、4勝2敗で防衛を果たした。これで連覇記録は5となり、毎日新聞社では高川が本因坊を失っても、在位期間と同年数を、 同じ処遇とすることとした。また同年に、将棋の名人戦で5連覇した、大山康春が、永世名人の称号を得たこともあって、本因坊5連覇によって引退後に、名誉本因坊を名乗ることができることが、第12期終了時に定められた。また当時、藤村義勝五段の知人に、心霊教の信者がおり、その紹介があって、高川は1953年代発起の、 防衛戦当時から心霊教教祖に防衛を毎回頼んでおり、この第十一期には番を清めるようにとご礼しようという、塩もいただいていたが、この御連覇したことで、高川は以後はお願いには上がらなかった。二勝二敗の後の天皇さんの第五局。左下の大なだれ城跡は当時の流行型。一進一退の攻防が続いたが、白が、 黒模様への消しに中央に打ったのに対し、黒1と囲い、白2押しの時点で、高川は半目勝ちをほぼ読み切っていたと後に記している。白4の羽に平凡に黒6と引いても、実戦のように黒5と押しても、白半目勝ちとなる。本譜の後、白 A から黒2目を噛み取り、その後の手順で黒が誤ったために差がつくことになった。第6局は中盤で、 高川の握手があって不利になったが、勝負師を繰り出して逆転し、防衛を果たした。ありがとうございます。